皆さんこんにちは、ユーノグラリティでございます。去年の秋冬にセブンティースライブサーキット続ポルノグラリティが開催されましたけども、今回は続ポルノグラリティに関するクイズを出題します。4択クイズで全部で5問出題します。今回のライブサーキットで最初に開催されたライブ会場はどこでしょうか。 A 高知県立県民文化ホール、 B 東京ガーデンシアター有明、 C ラインキューブ渋谷、 D 仙台サンプラザホール。正解は C のラインキューブ渋谷でした。ちなみに一昨年のサイバーロマンスフォロの20リユニオンでもこのラインキューブ渋谷で開催されましたね。次のうちライブで披露されていない曲はどれでしょうか。 A 君の愛読書がケルアックだった件、 B 鉄槌、 C ギフト、 D ワイディングロード。正解は C のギフトでした。ゾクポルのライブグッズの一つであるソックスは2色発売されましたけども、黄色ともう一色は何色でしょうか。 A 青、 B 緑、 C 赤、 D 紫。正解は B の緑でした。最終公演である東京ガーデンシアター有明ではアンコールで新曲を披露されましたけども、何曲披露されましたか。 A 2曲、 B 5曲、 C 1曲、 D 3曲。正解は A の2曲です。メビウスとナンバーの2曲披露されました。今回のライブサーキットは全部で何公演でしょうか。 A 23公演、 B 20公演、 C 22公演、 D 18公演。正解は B の20公演でした。ユーノグラフィティ。はい、ということで皆さん何問正解しましたか。もしよろしければコメントの方をよろしくお願いします。それとゾクポルの円盤予約した方いらっしゃいますか。自分はスマートで予約しました。DVD の方ですね。3月30日にゾクポルの円盤が届くのが楽しみでございます。それではまた。